get ready. 斬新です、天然です、ハラセンということで始まりました、ハラセンラジオ、原田専門家でございます。いや斬新、天然ではないような気はするんですけど、っていうか斬新は変えねえんだっていうね。はい、どうでもいいことで始まりました、ハラセンラジオ。この番組は日々私が思っているしょうもないことだったり、社会問題であったり、そうですね、人間の心理であったり哲学であったり、そうですね、もっと難しい言葉はないですか、もっと難しい言葉はないですか、そういったことをお話ししておる番組でございます。チャンネル登録と、ぜひね、気に入ったお話があれば、人に話してね、何言ってんだてめえと言われてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日お話ししたいのは、もうね、別にネタが尽きたとかそういうわけじゃないんですけど、好きなものをもう延々言い続ける、続けてみたいと思いますね。皆さん、いろいろ好きなものあるでしょう。まずね、好きなもの何ですかって一番最初に聞かれて、僕がパーソナルな家紋って言ってね、家紋をもう個人的にパーソナルに、作った、デザインしたな、まあアイコンですね、 SNS のアイコンにしたりするのが本当に一番適してると思いますよ。顔出し NG でもね、パーソナルな家紋、パモンというのをやってて、好きなものを聞いてるんです。まあ複数個、そうすると、まあ、人の好きなものってね、いろいろ、あれが好きだ、これが好きだってね、たくさんあるとは思います。いろんなジャンルで。で、その好きなものをたくさん聞けば聞くほど、こう、個人、パーソナルな情報が見えてくるということで、そういったことを、図案に反映しているというあれなんですけども、僕の好きなものは何だろうね、好きなもの何ですかって聞かれた。今はね、もう、真っ先に猫って答えるな。猫が好きなんですよ。猫が大好きで、外歩いてて野良猫を見つけたら、まあ挨拶しますよね。で、触らせてくれるかどうか近寄ったりしますよね。で、そんなことをしてると道に迷いますよね、っていうぐらい猫が好きですね。あとはね、漫画でいくと、なんだろうな、一番好きな漫画、一番影響を受けた漫画ってなんだろう。一番最初に買った漫画はね、覚えてますよ。確かミスター味っ子でした。単行本でね、買ったのは。コロコロとかボンボとかは、買ってましたけど、一番最初自分のお小遣いで買った漫画はミスター味っ子でしたね。あれ何でした？うまいぞーでした？あの味を。味を、ね。うまいぞーってね。あの、トンカツを二度揚げするっていうね。トンカツ DJ あげたろ。ね、二度揚げしてましたよ。あの、高温で、あの、外をまずカリッとさせて、低温の油で、ゆっくり中まで火を通すと。ね、そういうことやってました。ミスター味っ子。ミスター味っ子が大好き。まあ、一番最初に買った漫画でしたね。その後、ウィングマンね。ウィングマンも買いました。キャプテン翼も買いましたよ。子供の頃買ったのはそれぐらいかな。あられちゃんも買ってましたね。買ってたというか、あれ全部は揃えてなかったけど、飛び飛びで買ってましたよ。今のあられちゃんね、あの、版を重ねるごとにどう修正されていったのか分かりません。私の記憶が確かな、あられちゃんの一巻でね、あられちゃんが完成して視力検査をするんですけど、そこで、あの、のりまき博士がね、こう、ひらがな、カタカナだったかな、にこうポンポンポンって、なんて読める、なんて読めるっていうシーンがあったんですけど、あれね、私の記憶が確かなね、最初に、ま、で、次、ん、で、三つ目が、こだったんですよ。昔ね。僕の記憶が確かなら。確かそうだったと思うんだけどな。確かね、本当に、一つ目、ま、二つ目、ん、三つ目が、こ、ね。沖縄にある湖でした。沖縄にありましたっけ？中国でしたっけ？ありますよね。だったんですよ。で、今は版を重ねるごとにそういうこと、いろいろ言われちゃうじゃないですか。
あなので変わってるとは思うんですけど、確かね僕の記憶が確かならそうだったんですよね。あられちゃんも好きでした。鳥山明先生大好きでしたね、子供の頃は。でその後、まあそうですね、中学高校とねあまり漫画を読んでいなかったかな、読んでなくて、高校出て NSC になってガロに出会うわけですよ。分裂する前の青林堂のガロにね、そこで恵比寿義和さんが最初に勝ったのかな。あのスーパージョッキー見てて、なんだこの面白いおっさんはと思って、で肩書きは漫画家なんですよ。でも漫画を読んだことがないって、当時あったナンバーブックセンターにね、あの恵比寿さんの漫画の在庫がすごく豊富だったんです。そこは当時からもまあ本当に希少少ない発行部数だったんで、探すのが本当に大変でね、ナンバーブックセンターで恵比寿さんの漫画をよく買ってましたね。ね、恵比寿さんの漫画を買ってガロに出会って、ね、ガロにね一回持ち込みをしてるんですよね。一回かな、一回送って一回持ち込みしてんのかな。んで絵が下手なのと、まあ、ペンで描いてたんで、G ペンで描いてて慣れないのでガリガリになっちゃってて、まあ、絵が下手なのとオチが強引だっていうので、返され、猫汁のバッジもらってね返されたっていう覚えがありますね。あの飛び込みで行っても入れてくれました。あれどこでした？水道橋じゃなくて、ね、木造屋の2階まで行ってみました、ね、好きな漫画ね、そうですね、その頃からもうねガロどっぷりで、柘植義晴さんとか、椿姫の何でした、日の日弟子じゃないや、花輪さんね、花輪さんでしたっけ、とかね、椿少女か、とか、水木しげるさんもね、過去の古いね、画廊で大量に買って、安かったんでね、すごく大量に買って、昔のから掘り起こして読んでましたね、当時は。で、漫画はそうでしょ。で、まあ、その後いろいろね、いろんな、まあ、漫画は本当に、こう、なんていうんですか、そういう、勝負数のガロとかじゃないメジャー誌をもっと読もうと思って、ヤンジャン、ヤンさん、ヤンマガをね毎週買ってましたね。で今残って、まあヤンさん亡くなっちゃったんで、今の続けて読んでるのはスピリッツになっちゃったんですけど、読んでましたね。だからガンツの連載当初とかね、それこそキングダムも始まった頃はずっと読んでましたね。あ、これすごい漫画が始まったなって、読んでましたね。で、そうですね、音楽の話になるとこれね、こう長くなっちゃうんであれですけど、まあ清志郎さんが好きですよね。なのでまあ音楽の話はね、これだけちょっともう時間収まんないんで、は別にして、他もっとね、あの多ジャンル音楽、映画とかもね、あれですか、レザーボアドックスとか、あパルプフィクションとか大好きでね、よく見てましたね。でも一番好きな映画なんですかって言われたら、あインディージョーンズ、邦画だったら SF サムライフィクションが大好きですね、中野博之監督の。あ時代劇なんですけどね、それで布袋さんをね見て、あかっこフミヤさん、藤井フミヤさんとかね、改めてずっと認めてなかった自分の中でね、この人らを認めたら俺は負けると思って認めてなかったんですけど、サムライフィクション見て本当にかっこよくて、認めましたね。で布袋さんが、あ清志郎さんが亡くなってから、スローバラードじゃなくて、あれは何でしたっけ、トランジスタラジオだったかな、をギターで弾いてるやつが、ね、YouTube に転がってたんですけど、あれを見てね、やっぱりこの人はすごい人だなって思いましたね。ただただでかいだけじゃなくて、一回ね布袋さんが好きだっていう作家の子とライブに行ったことがあって、あの登場シーンがめちゃくちゃ面白くてね、まあ、みんな、まあ、布袋さんファンなんで、うわーって盛り上がる中、僕一人大爆笑しましてね、大貧粛を買ったっていう覚えがあるんです。すごく面白い演出でして、本当に。他、
か、まあ、もう映画ね、あと食べ物はね、あれですね、ニラが大好きなんですよ。でこの前ね、久しぶりにカムクラ、改装後のカムクラ、渋谷のカムクラに行ったらニラのあの壺がないんですね。であれ、これニラなかったカムクラ意味ねえじゃんと思って、こうスマホで調べたら、今はもう言わないと出してくんないんですって、ニラを。僕はニラのポットに入ってたニラほとんど放り込んで食ってたんで、もうちょっとね、カムクラこれあれですわ、もうね、見切りをつけますよ本当に。もうこうなったら、あれどこでした、福神かな、ニラそばまでやってんの、あっちの方がいいっすよ。まあね、ラーメン食いに行ってんのか、ニラ食いに行ってんのか分かんないぐらいニラを入れるんでね、と思いましたね。ニラ、あとは餅、それかサバね、全部二文字ね、そういうくくりでやっておりますわ。はい、と言ったところでね、いい時間になっちゃうね。好きなもの、ね、まだまだこれは語り足りないからまたね、ネタに困ったらこんなことやったら延々喋れんでっていうね、ことをお話ししようかなって思います。皆さんの好きなものは何ですか。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。